です。クリさんです。今ね、私はね、沖縄県にいます。それでね、私が今いるところなんですけども、旧海軍司令部のね、壕ですね、洞窟みたいな、そこのね、場所が観光地としてありましたので、そこをね、どんな場所なのかというところをね、皆さんにね、ご紹介しようかなと思っております。まあ、定番の観光地の一つなので、知ってる方はいらっしゃるかと思うんですけども、まだ知らない方もね、いらっしゃるかと思いますのでね、この動画でどんなところなのかっていうところをね、皆さん、この映像を見てね、観光のね、参考としてご覧になってください。私がね、今喋ってる向かい側なんですけども、こんな感じで。下側はね、売店がある形ですね。はい。で、この上はね、沖縄の景色が見渡せるような感じですね。はい。景色綺麗ですね。はい。それではね、GO のね、入り口はこの階段のね、上にありますので、行ってきます。ちょっとね、入り口がね、あそこの目の前にあるんですけども、この左手側にね、大きな石碑が立ってたので、なんだろうなと思ったんですけども、戦争でね、亡くなった海軍のね、慰霊堂ですね。大きい建物ですね。はい。はい、入り口に入ります。海軍号公園ビジターセンターって書いてますね。8時半から5時半で、年中無休でね、やってるみたいです。はい。降りれば受付あるみたいですね。はい。こちらがね、号の入り口になってます。それでは、行ってきます。これがね、旧海軍司令部号の見取り図ですね。はい、こんな感じになってます。結構ね、広いんだね。現在地が今ここだって。ずっと行って、うわ、結構いっぱいあるんだな。こちらみたいなので行ってみます。すごいね、鶴折ってあるやつがたくさん飾られてますね。はい。いやー、すげー深いな。めちゃめちゃ深い。こんな深いですよ。結構不気味です。はい、じゃあ行きましょう。左手にね、信号室なんてありますね。うわぁ、すっげえなこれ。これが信号室らしいです。いやー、薄暗くて不気味だな。ここに花が置いてありますね。ここはね、立ち入り禁止になってます。先に進んでいくと、ここはね、現在地点入り口から20メートルのところで、ここにね、見取り図が、キーノがありました。あ、ちょうど今ここなんだね。はい、そうなんて。で、順路がこれ。うわー、結構広いわ。まあ、こっちなんで、ちょっと行ってみますかね。はい。あ、ここか。ここが順路になってるんで、こっちですね。ちょっと行ってみましょう。こっちは、あ、こっちは出口か。はい、じゃあ行ってみます。で、ここなんだ。ここは作戦を練る重要な部屋で、コンクリートで固めた当時のままの部屋ですと。当時のまま残ってんすね。すごいな。ここに作戦室って書いてますね。ここは作戦を練るための重要な場所で、コンクリートや漆喰で固めた当時のままの部屋ですと。
んな感じでやってたんですね。右側にまた通路があったんで、当時の配電用、へえすごいな。ここはなんだ、順路。で、あ、え、自決された時の手榴弾の弾痕、これが全部。うわー、すごいわ。ここはね、司令室、ちょっと暗くて見えないんですけど、司令官室、作戦室に近いこの部屋は、幕僚が手榴弾で自決した時の破片の跡がくっきりと残っています。当時のままの部屋、すごい、やっぱ当時のままなんだこれ。ここで自滅したってことっすよね。うわ、それじゃね、右の方に道があるので、こちらをね進んでいきます。いやー、攻めーな。お、ちょっとなんか広いところに出ましたね。こんな感じになって順路がここ、その前にここが司令官室になってますね。入ってみますか。柵が入ってるんで、これがあるんで中はダメなんですね。入っちゃ、これがね司令官室みたいですね。ここにも花がねあります。当時もこんな感じで花あったのかな。でね、部屋のね隅の下がねこう掘ってあるんですよね。これあれなのかな、水とか溜めるとか地下水とかが上から漏れてきた時にここで溜める場所なのかな、ちょっとわからないんですけど、はい。もしねこの映像を見てね、このね隅にある部分がねどういうために作られたのかご存知の方いましたら教えてください。で、こちらにね暗号室がありました。ちょっと入ってみます。いや、暗いな。お、広くなった。こんな感じになってますね。ここで指令をね、暗号で送られたやつを、暗号室っていうのは情報を伝達する時の暗号をここで解読したりとか、そういうことをやってた場所なんですかね。じゃあ右にあるんで進みます。通路、校内の通路は全て兵員室だったって書いてますね。兵士たちは戦闘の合間この通路で横になって休憩を取りましたって書いてますね。こんな感じで、いやー人いっぱいだな。これってここでしょ。うわー、これがこれ、うわー。それじゃあ先進みます。ん、ここはなんだ。あ、医療室って書いてますね。この部屋が初めから医療室であったかどうかは不明ですが、生存者の話でここを中心にたくさんの負傷兵がいたということから医療室だと推定されますと書いてますね。へえ、でもね狭いよここめちゃくちゃ。1人2人、いいとこ2人じゃない、2人は厳しいな。1人だな、1人でお医者さんつけて薬かね医療具のね棚とか置いたらそれで終わっちゃうんじゃないかな。医療室と書いてますけど、写真がこれが本当なのかどうかわかんないですけど、いやーめちゃくちゃいますよ人が。うわ、それじゃ先に進みましょう。それでこちらも発電室だったですね。さっき見たとことこっちは両方発電室ですね。こっちの方がねさっきのところと比べると高さが低いですね。自分の身長より低いです。はい、こんな感じですね。じゃあ次に向かいましょう。あれ、なんだろう、あれ防護被害を、この方は全ての兵士たちのつるはしや不安によって取られた手作りの方ですと。すごい、このねこれ一本でガン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 こんな感じで掘ってたんですね。いやーすげえわ、かなりな肉体労働です。いやー当時これやってた人たちはすごいわ。
それではね、ここから右が順路になってるんでこちらに進みます。こちらもね、すごい狭いです。お、なんか開けてきたぞ。ここはなんだ、これなんていうの、下士官室って呼ぶんかな。ここ見てください、6歳前この部屋には兵士たちがいっぱいで、立ったまま睡眠、立ったまま立ったまで睡眠や休息を取ったと言われてますね。しかもね、こんな感じですよ。いや、ぎゅうぎゅうで立ったままこれで寝てるんだ。こんな感じで立ったまま寝てるんですよ。うわー、きついわー。皆さん、立ったまま寝れますか？いや無理だな、私は。場所これですよ。ちょっと離れますけど、いやここにぎゅうぎゅうですか。奥にはね、当時の支柱と書いてありますね。いやこんなとこでずっと立ったまま寝てるなんて、うわ無理だな。ここはね、こんな感じです。じゃあ先に進みます。また開けていきました。ここもあれですね、下士官室、多分休憩室ですね。ここはね、片方木造のね、壁を使ったり、あと足元ですね、木材使った感じのものがあって、こっちは地べたはそのままです。柱だけ立ってるような、実際はね、こんな感じみたいです。はい、それではね、先に進みます。でここがね、突撃風景出口付近と書いてあります。兵士たちのほとんどは武器らしい武器もなく、この出口から出撃、大半が二度と入ってきませんでしたとなってます。上に乗ってはね、こんな感じになります。それで実際のところがね、この出口付近はこんな感じです。それではね、先に進みます。でここがね、当時の火事場ですね、の通路だったらしいですね。ここはね、通れませんね。はい、真っ暗です。先ほど見たね、司令官室がね、逆の方から入れるところもあったんですけども、こちら側はね、説明のやつがね、置いてありました。ここがね、太田指揮官がよくいた場所になるんですね。もう一度ね、司令官室を見てみますと、こんな感じですね。目の前のここにね、文字書いてあるんですけども、多分ね、カメラだとちょっと映んないので、口頭で読み上げますと、太田律少佐、当時外幕僚6名が再起を遂げた当時のままの部屋ですという形で書いてあります。であそこのね、あの壁中央にね、文字が書いてありますね。ちょっとこっからだと読めませんけど、はい、こちらはですね、昭和20年の6月の4日から13日のね、小禄地区戦闘警戒大津って書いてますね。この赤い海沿いのところからね、ずっとこういう形でアメリカ兵が攻めてきたっていう形なんですね。こちらに書いてありましたね、米軍進出データかと。こちらが赤い線ですね。で、この青い文字が日本軍軍事って書いてますね。これですね、でこちらがね、米軍上陸全般図と書いてあります。アメリカ兵がね、昭和20年4月1日上陸という形で、まあ、ここから今の場所でいうとアメリカンビレッジがあるところあたりからですかね、そこに上陸をしてきたと、そして南という形で攻めてったっていう形なんですね。はい、それではね、最初のところにね、戻ってきました。これから先はね、もう出口になってます。それなので出口の方にね、向かいたいと思います。
出口に出てきた。あ、出口はね、最初言った話をした売店のところに出てくるんですね。はい、GO のね、出口はね、こんな感じになってます。はい、これでね、GO のね、紹介は以上になります。中のね、動画いかがだったでしょうか。戦争当時のね、名残といいますか、戦争当時のものがね、残ってるものを見れるっていうのはね、なかなかできない貴重な経験だと思います。まだこの GO をね、見てないという方はね、ぜひともこの動画を参考にして、ぜひとも来てみてください。今回のね、動画がね、ちょっとでもね、参考になったと思いましたらね、高評価、グッドボタンをね、よろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしてない方はですね、下にね、チャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録の方をですね、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、あざっす。それではまた、バイバーイ。